こんちゃん、まるちゃんのアジアの話。ほら、いや、ぼっとしてすいません、すいません。今週もやってまいりまして、はい、まあドタバタした1週間、2週間でございましたけども、ね、話題満載ですね。話題満載。あ、はいはい、まあそうですね、今週はまあこんな感じで、クリスマスウィークということで、あ、ね、残すところもあと10日ちょいですよね。そうですね、まあ、ちょっと華やかな感じかなと思いきや、はい、意外とそうでもないですね、今年は。ですね、人がやっぱり少ないなと思いますね、例年に比べるとね。僕ちゃんの場合はですね、僕ちゃんはね、僕ちゃんはですね、大体このシーズンはですね、大体 DVD をね、いっぱい借りて家で見てるっていう、ね。ああ、そうですか。はい、いやね、ちょっと嬉しかったことがですね、昨日、おとといですかね、はい、あるお店に行ったところですね、我々のこの番組のリスナーがいらっしゃってですね、じゃあ一緒でしょ。ああ、うん、はい、ねえ、ねえ、これもなんか聞いてくれてるって、もう嬉しいですね。今日も聞いてくれるんじゃない？でね、どうだったって聞いたら、ねえ、ポンちゃんは全然喋ってないねって。そうですね、先週は俺一人で喋ってましたからね。ねえ、うんとへーへーしかないじゃないと言われて、今日はちょっと喋ってみようかなとそんな風に思ってますけど。なんと言いました、昨日一緒に飲んでた、FYJ の細川君と、ああ、前にね、ゲストで来てもらいましたね。本田さんって声いいですよねって言ってた。ありがとうございます。なんで俺の声がダメだってこと、はい、ね、いやいやいや、それ否定的な必要ないですね。僕の声がいいだけで。うん、まあまあ、ドタバタした都知事選、はい、それから選挙、ありましたね。昨日は昨日でね、また大統領選、各国の。ですね。もらったり、まあ、そんな話、今週満載でですね。ですよね。思うんですが、はい。チェコでも大統領選あったんですよ。プチネタなんですけど。プチネタ。ね、チェコで、日本人、うん、日本人。岡村さん。富岡村さん。お父さんがチェ、日本人で。お父さん日本人で、お母さんがチェコの人ね。うん、お父さん羨ましい。羨ましい。まあ、それはそれでいいんですけれどもね。板橋区、私と一緒に、板橋区出身ですよ。ね、大実業家っていうことでですね、まあ、頑張ってもらいたいなと思いますけれども、ね、かなりのお金持ちらしいですけど、はい、ねえ、実業家なんでそんな儲かったんだろうね、チェコで。すごいね、チェコのフェラリ乗ってるらしいですからね。そう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 、フェラリ走る場所なんかあるんだね、チェコ。うん、だからね、われわれもね、もうどっか異国 で、ね、大成功してね。そうですね、うん、来年もう大成功しますから、うん、じゃあ大統領選立候補しますか。疲れるの嫌なんで、そうですか。今日も楽しく行ってみたいと思います。